演武開演。どうも、ここからは大仏以外の不動大寺を見ていきたいと思います。まずはこんな風になって、あの金色のやつ、さっきの大仏が持っていたやつに似てるような。そしてここに何か鳥居がありますね。この奥に行ってみたいと思います。わー、大きな鐘ですね。つい叩いてみたくなります。叩けませんけどね。ありますね。行ってみましょう。ここも奈良の歴史の一部なのでしょうか。入れないみたいですが、なんだかそういう雰囲気があります。心に刻みたい言葉ですね。喜んでもらいたい、喜ぶ、この水は飲めますということですよ。ちょうどいい、ちょうどいいですね。喉も乾いてきましたし、再出発。歴史を感じるものがありますね。名前が刻まれてますね。
眺めです。ここは一回入ってみたいですね。下が一望できますね。上があるんですか。何かご利益あるといいな。ここが一番上のようですね。ここにはどんな神様がおらっしゃるのでしょうか。
さすが奈良県、鹿と会うのはここだけに立ちません。県と言いますか、鹿がいっぱいですね。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。